ハンツビルはアメリカ合衆国アラバマ州マディソン郡の郡長、所在地である。2020年の人口は202,910人である。アパラジア山脈の南陸に位置し、周りは木々で囲まれる。ハンツビルは北緯34度42分、西経86度35分に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積451.8、 キロ平方メートルである。このうち450.8キロ平方メートルが陸地で1.0キロ平方メートルが水地域である。総面積の0.22%は水地域となっている。ハンツビルは航空宇宙産業で知られた都市で NASA の中枢的存在であるマーシャル宇宙飛行センターがあり、市民のほとんどが航空宇宙産業に携わっている。また、 宇宙体験学習施設のスペースキャンプなどもあり、観光に一役買っている。古くは軍事産業で発達した都市であり、NASA の施設ももともとは陸軍におけるミサイル開発の拠点であった。今日の宇宙産業はミサイル開発の技術を平和的利用に導いた結果と言える。ドイツで V2 ロケットを開発したベルナー・フォン・ブラウン博士が大型の月きロケットを開発したのも、 このハンツビルであり、アメリカにおけるロケット開発のメッカである。1950年代には黒人による市民人権運動の舞台にもなった。市名は独立戦争で活躍した軍人の名前に基づく。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口158,216人、66,742世帯、及び41,713家族が暮らしている。 人口密度は351.0 kmh である。163.4 kmh の平均的な密度に73,670件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人64.47%、アフリカンアメリカン30.21%、ネイティブアメリカン0.54%、アジア2.22%、 太平洋諸島系0.06%、その他の人種0.66%、および、根ー1.84%である。ここの人口の2.04%はヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は23.1%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が10.7%、25歳。 以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が23.4%、及び65歳以上が13.4%に、渡っている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は92.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.7人で、ある。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 41,074US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 52,202US ドルである。男性は 43,085US ド,ドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は 24,015US ドルである。人口の12.8%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の18.7%よび65歳以上の9.0%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。